どうもしゅんです。こんにちは。ということでですね、今回はあきおブログさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。普段僕ら面接動画を上げてるんですけども、あきおさんは今株式会社ゴールビーという会社の代表をされてるんですけども、今回からですね、社長に面接シリーズというのを行わせていただきたいなと思っております。なので僕が今回はあきおさんに面接をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あきおさんは僕の会社に就職したい求職者として答えていただけたら嬉しいです。では最初に自己紹介の方をお願いします。株式会社ゴールビーという会社を経営してます、中川あきおと言います。今28歳で趣味は筋トレです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あきおさんは前職はどういったことをされてたんですか？前職はリクルートスマイカンパニーという会社で営業を3年間やってました。では続いてあきおさんご自身の挫折した経験を教えていただいてもいいですか？そこからどう立ち直ったかまでも教えていただきたいです。挫折と捉えてないんですけど、結論浪人したことが僕の挫折経験としてあります。でそれが僕の人生を変えました。中学高校と自分の命を 100% 使い切っていなかったんですね。それを浪人が決まった日に気づいたんですね。周りのスポーツ結構イケてて、彼女とかもできてて、高校生活エンジョイしてるやつらがストレートで大学行って、一方で自分はあんま中学生高校生時代謳歌してなくて、浪人もしてっていう状況を比べた時に、自分は一度しかない青春時代を棒に振ったと、その事実に気づいて絶望したんですよ。やってやるという闘志が芽生えて、一度失われた青春時代をもう取り戻すことはできない、そこで人生は一回しかないって気づいたんですけど、だからこそどうするかもうこっからやるしかないって決めて、大学生からは同級生全員もうぶち抜いてやる、もう見とけよという闘志をメラメラ燃やして浪人生活スタートして、その浪人の挫折経験を力に変えたっていう。今全力で目の前のことを頑張れてない人も今からでもできるっていうことですね。そうです、それを僕は言いたい。学生時代頑張ったことってありますか？頑張ってたかは分かんないですけど、旅をしてました。大学生活で44カ国旅したんですけど、まず初めての海外バックパッカー旅でインドを一人で旅したのと、その後財布を家に置いて0円でヒッチハイクで日本一周しました。その後アメリカを横断して、ユーラシア大陸を横断して、アフリカ大陸縦断して、キリマンジャロっていう山登ったりっていう形ですね。すごいですね。何でしようと思ったんですか？何かすげえやつになりたいって思いがめちゃくちゃあって、深夜特急って本読んで、これやと、旅やったら俺すげえやつなれんじゃねえかと思って、ただの飛行機で旅行行きましたじゃなくて、地を這うような、ちょっとそれすごいなって言われるような旅をする、そして分かりやすい実績になるような経験を積み重ねたくて、その手っ取り早い方法が旅だったっていう形です。旅をして得られたこととかってありますか？根拠のない自分に対する自信がめちゃくちゃつきました。0円でヒッチハイクで日本一周ってできるかなって思ってたんですけど、できたんですよ。自分やれば何でもできる可能性があるって、この事実に気づいたのが一番大きかったことですね。大学生に関わらず若いうちにやった方がいいことを教えていただきたいです。今までできなかった、やったことがなかったことをやる、この総量を増やす、これだけだと思う。今やっぱりやりたいことがわからないとか、好きなことがわからないとかっていう人多いと思うんですけど、なぜかっていうと自分の中に情報の量が少ないからなんですよ。挑戦して体験して、その体験したものの中でしか自分のやりたいことって見つかるわけないですよ。体験の量の多さの中でしか自分の意思決定できないんで、そこを増やしまくる、これだけだと思ってます。滝尾さんが仕事をする上で大切にしていることはありますか？結果を出すことです。結果を出す上で大切にしていることとかってありますか？ちょっと考えていいですか？はい。大切にしていることないっすね。結果を出すって決めて、そのための情報を集めて、もうフルコミットって感じです。シンプルでいいと思いました。ありがとうございます。あきおさんの強みは何だとご自身では思いますか？人を信頼する力、これが僕はめちゃくちゃ秀でてると思います。具体的にエピソードとかってありますか？ほとんどの仕事はもう全て他の人に任せてます。僕一人でやりきるっていう仕事はほぼ持たないようにしていて、それで成果を出してきました。人を任せる上で気をつけていることとかってありますか？信頼することです。それだけですね。何かお願いするときに、お願いされる側にもメリットや何か得られるものがないと
手伝ってくれないと思うんですが、はい、秋尾さんがお願いする人や周りに与えられているポジティブなメリットみたいなのってありますか？今は代表という形で会社経営してるんですけれども、会社のありたい姿と個人のありたい姿、ここの重なりを作ること、これだけ意識してて、ここさえ重なっていればどんな仕事を振ってもその人のゴールに結びついているので、そこだけ意識してます。それに関連して一緒に働きたい人とかってどういう人ですか？こいつやべえなっていう人ですね。僕の会社の色をより濃くしてくれる人。これやばいなっていう、もうちょっと具体的にあったりしますか？具体例出してもいいですか？はい、一番直近がゴール B で人事をやってるものなんですけど、彼は大学生で起業して飲食店4店舗作って、2年で2億ぐらいの飲食店作って売却したって男で、やばってなりました彼は。その次は30代の女性なんですけど、 YouTube 登録者13万人、国内外のフォロワー数25万人、やばってなるじゃないですか。確かに。さらに直近が、兄弟でアメフトやってたやつで、やばかったんですよね。そんな感じです。採用するときって過去の生き様をもう文章でブワーって書いてもらうんですよ、何万字とかで。それ読んだらもう分かるんで、ヤバさが。秋尾さんご自身のなりたい姿教えてもらってもいいですか？物理的にはめちゃくちゃ体でかくしたいです。もっと抽象的な内面的な話でいくと、特にね、ないです。ない僕自身のありたい姿っていうのは体でかくしたい以外なくて、自分にもう興味が今なくなっていて、株式会社ゴールビーっていう会社を最高最強にしたい、ここの思いしかなくて、僕自身には興味がないっていうのが本音です。会社がありたい姿を教えてもらってもいいですか？最高最強の世界一の組織、これです。短期的中期的な目標でいくと、全員年収1000万、これ絶対達成します。いつ達成するんですか？平均年収1000万を3期で達成して、全年収1000万4期で達成します。それはなぜ達成したいんですか？僕らの企業理念として、全ての人に可能性があるっていう変わらない理念をずっと持っているんですけど、これを体現する存在として、この資本主義の世の中に生きている上で、年収1000万っていうラインを達成してるってマストで行くべきだなっていう思いがあるからです。長期的にとかってありますか？世界一の組織作りたいです。ここもまだちょっと抽象的なんですけど、全ての人に可能性があるをもうどこまでも体現したいです。ボーンって。言語が下手くそすぎません？思いはもうめちゃくちゃ伝わります。現状を持ってるのがビジョンいらんくねと思ってるんですよ。哲学だけでよくねと思ってるんですよ。会社ができたのも何百年何千年の話だと思ってて、このもう何十億年の歴史の中でビジョンミッションが必要って言われてるのはこのめちゃくちゃ最近の話で、ほんまかと、いらんくねと。僕らが持ってる哲学が全ての人に可能性がある、この哲学を持っているっていう共通認識さえあれば進めるんじゃねえかと思っている。ビジョンと哲学違うんですか？哲学は価値観ですよね。ビジョンは達成しなければいけないもの、目指すもの、目指すもの変わるじゃないですか。でも全ての人に可能性があるっていうこの言葉は一回も変わってないですよ、うん。ありがとうございます。一連の面接は終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。フィードバックいただきたいです。僕も面接のプロではないんですけど、いいところとしては秋尾さんの熱量と覇気みたいなのがすごく伝わってきたので、多分受かると思います。ただ言語化力が乏しいなと思いました。なのでコンサルとかロジカルに考える系の会社は絶対に落ちると思います。ありがとうございます、はい。なので今やられてる会社の代表とか CEO としてはすごく適職だなと思ったので、そのまま頑張っていただけたらなと思います。ありがとうございます。本日は面接ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。